敵集団との戦闘を開始。行くぞ。はい、へい。私へい。私そこ。私は。任せろ。はおととい来やがれ。
跡。よし、注意してください。行きます。タワー。エングマ。よっしゃ。クリムゾンゲイル。
俺の番だな。私の番です。死ねえ増幅。
ロイドです。お忙しいところをすみません。今大丈夫ですか？ああ、一区切りついたところだから大丈夫だよ。緊急の要請が入ったのか？いえ、ロイドさんたちに直接頼りたいという方がいまして、貿易商のハロルドさんとおっしゃる方なんですけど。ああ、知り合いだけど一体どうしたんだ？そうか、わかった。どこで待ってもらってるんだ？警察本部の近くにある噴水の前のベンチのところです。どうやらその近辺でお子さんとはぐれたらしくて。わかった、すぐに行ってみるよ。はい、よろしくお願いします。どうしたの？ああ、貿易商のハロルドさんから俺たちに頼みがあるらしい。パレードの最中、お子さんが迷子になったそうだ。今日の人手だとはぐれたら大変そうですね。ってことは祭りには定番の迷子探しのミッションってわけか。ああ、多分ね。警察本部近くの噴水前で待っているらしいから、とにかく事情を聞きに行こう。皆さん。どうも、お久しぶりです。そのパレードを見物していたら、お子さんとはぐれてしまったとか。そうなんです。私がしっかりしていなかったから、あの子が、コリンが。ソフィア、落ち着きなさい。すみません皆さん、息子とはぐれたのは3時間ほど前、この広場でパレードが通過するのをちょうど見物している最中でした。すぐに妻が気づいて、二人でこの辺りを一通り探したんですが、見つからなくて、思い余って警察を頼らせていただきました。いえ、よく相談してくれました。どうやら私たちで手分けして探した方が良さそうね。ああ、巡回中の警官も今日ばかりは忙しそうだしな。そうなると割り振りを考える必要がありそうだ。そうですね。ま、別々に探して通信で連絡を取るのが一番だろう。私もお手伝いさせてください。でないとあの子が、コリンが。落ち着きなさい皆さん。私たちは一旦住宅街にある自宅に戻ります。その近辺の捜索は私の方で一通り行いますので。なるほど、その方が効率的でしょうね。自分たちは手分けして他の外交を一通り探してみます。それから息子さんの手がかりになるもの、何かお持ちではないですか？写真があれば一番ですけど。あ、ちょうど記念祭で撮った写真を現像してもらってたんです。確かここにこれです。かわいい。男の子なのに美人さんですね。コリン。ほら、一旦家に戻ってコリンが帰ってくるのを待とう。ひょっとしたらうちの方に戻ってくるかもしれないし。でもあの時みたいなことがあったら。大丈夫だ、もう絶対にあんなことは。あの時何か事情があるみたいね。すみません、取り乱してしまって。そのちょっと事情がありまして。いや、気にしないでください。そうだ、写
写真の他に普段コリン君が持っているような品物はお持ちではないですか？うちには警察犬もいますので、匂いでたどれるかもしれません。おお。じゃあこれを。あの子の持っていたぬいぐるみです。あ、ミッシーのぬいぐるみですか。それではお借りしておきます。まあ焦ったって仕方ない。町の中にいる限りは安全だろうし、俺たちにどんと任せてくださいね。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、息子をよろしくお願いします。さてと、どう手分けするかだけど、その前に。はい、呼んでみます。死ねえ増幅サイト、来て。おん、サイト、来てくれたか。お疲れ様。自分が来たからには大船に乗った気分でいるといい。その幼子の匂いは完璧に嗅ぎ当ててみせようだそうです。助かるよ。っていうか、来たばかりなのになんでそんなに詳しいんだ。やれやれ、相変わらずとんでもねえやつだな。まあそれはともかく、この広いクロスベル、どう分担して捜索しましょうか。私はサイトに同行します。彼の言葉を分かる人間がついていた方がいいでしょう。そうだな。だったらティオにはこのぬいぐるみを渡しておく。サイトにコリン君の匂いを探ってもらってくれ。了解です。俺たち3人は手分けして外区を担当しよう。俺は歓楽街から裏通り、中央広場、駅前通り、それから西通り、ランディは東通りと旧市街全般、エリーは行政区と公安区全般、そんな分担でどうかな。あら、あなたの担当だけ相当広い気がするけど。いや、行政区も公安区も広いし、旧市街だって入り組んでいる。その点俺の担当はよく通る場所ばかりだから、ちょうどいいバランスのはずだよ。なるほど。まあとりあえずその分担で始めてみようぜ。進展があったらお互い通信で連絡を取ればいいんだな。ああ、そうしよう。それではコリン君の捜索ミッションスタートですね。さてと、俺の担当はこの歓楽街と裏通りと中央広場と駅前通りと西通りになるか。闇雲に回っても仕方ないから、一つ一つ外区を渡っていこう。屋内に関してはキリがないから、受付の人を中心に聞いてみるか。あれ、お客さんがいない。そうか、午後のステージはもう終わっているのか。ロイドさん、あら、どうかしたの。イリアさん、リーシャ。なになに、私たちに会いに来たの。夜のステージまで時間があるから、一緒にお茶でも飲む。あ、いや、仕事で立ち寄ったんです。実は。それは心配ですね。確かにここって子供も楽しめる場所ではあるし、公演中に紛れ込んじゃった可能性はあるかもしれないわね。よし、ちょっと待ってなさい。休憩中のメンバーにも声をかけて、入り込んでないか確かめてみるわ。そこまでお願いするつもりじゃなかったんだけど。ミリアさんって
思い立ったら一直線ですから。私も見回ってきますから、ロイドさんはここで待っていてください。とりあえず劇場の中にはいないみたいね。すみません、お力になれなくて。いや、そんな。こちらこそお手数かけました。そのくらいいいわよ。一応劇団長と支配人にも男の子のことは伝えておきます。もし保護したら警察の方に連絡すればいいですか？ああ、それが確実だと思う。ありがとうございました。夜の公演も頑張ってください。弟くんの方もね。ロイドさん、またいらしてください。こちらロイドです。こちらランディ。東通りは一通り調べた。ギルドの受付にも聞いたが、それっぽい手がかりはないな。分かった。こちらも歓楽街は白。引き続き捜索を続けてくれ。はいはいさ。工房のお久しぶり。確かレンちゃんだったな。
もうレディーの名前をわざわざ確認するものじゃないわ。当然のように覚えていて、再会の挨拶をするのが紳士でしょ。ごめん、悪かったよ。こんなところでどうしたんだい。一人でいるみたいだけど、もしかして迷子になったとか。別にレンは迷子じゃないわ。そこのアンティーク屋さんにはたまに一人で遊びに来ているの。そうなのか。でもこの辺り子供が一人でうろつくのは。別に危ないことはないわ。呼び込みのお兄さんもお水のお姉さんも優しいし、路地の奥の黒メガネさんたちも結構楽しい人たちだもの。そうなのか。それと今日はお祭りを見物しに来てるの。パレードがあったけど、お兄さんも見物したのかしら。いや、仕事を片付けているうちに見逃しちゃってさ。しかし困ったな。一人にするのもなんだし、用事がなければ人形工房まで送っていくところなんだけど。ところでお兄さん、一人で何をしてるの。また誰かとかくれんぼをしてるのかしら。いや、実は迷子を探していてさ、今日のパレードではぐれちゃったらしいんだけど、まだ見つかっていないんだ。そうだったの。写真か何か持っている？レンが知ってるかもしれないわ。そうだな、一応見てもらえるかな。どうした？ひょっとして見覚えがある子だったか？ああ、仲間と手分けしてね。早く探してご両親の元に返してあげたいんだけど。だったらレンもこの子を探すのを手伝ってあげるわ。え？前に言ったでしょ、レンはかくれんぼが得意だって。この子がどこにいるか多分突き止められると思うわ。いや、でもこの子を一人にするのもなんだし、とりあえず一緒にいてもらうか。いざとなったら支援課で待っててもらってもいいし。わかった。それじゃあよろしく頼むよ。しばらくお兄さんと一緒についてきてくれるか。いいわ、よろしくね、ドンドン兄さん。ああ、こちらこそ。もしもし、それっぽいな。引き続き公安区の捜索を頼む。え、了解よ。パレードの最後。なるほど、あの車両ね。って聞いてたのか。どんな車両だったんだい。ミッシーっていうマスコットキャラが乗った車両よ。なかなか楽しいデザインだったわ。なるほど、いかにも子供が好きそうだな。となると出店は外して子供や受付の人を中心に聞いてみるべきかな。人が多いな。でもここは一応聞き込みをした方が良さそうだ。レンも賛成よ。まあ受付のお姉さんたちと子供客くらいでいいと思うけど。なあ、俺もそう思ったけど。レンちゃん頭いいんだな。ちょっと自信はあるわね。Thank you.
はい、ロイドです。ディオです。サイトと一緒にコリン君の匂いを辿っています。ですが人が多すぎるらしく匂いも途切れることが多くて完全には追跡できていません。そうか。ただ町の南口から出たり駅に入ったりはしていないそうです。先ほどそちらを回った時にサイトが言っていました。そうか、わかった。その調子で町の外に出てないか他の出口も確かめてくれないか。了解しました。町を反時計回りに回りつつ次は東口方面に行ってみます。ああ、よろしく。あの時の狼さんも一緒なのね。でも警察犬にしちゃうなんてお兄さんたちもなかなか楽しいことを考えるのね。いや、どちらかというと押しかけられた方なんだけど。って、レンちゃん、なんでそこまで知ってるんだ。どうしてそんなことまで知ってるんだ。魔獣のこともそうだけど視聴者の鍵が必要なことまで。これでもレン物知りなのよ。クロスベル市なら一通り回っちゃっているし、もう一つの遊び場でもいろいろなものが覗き出したもの。もう一つの遊び場、まさか。他の場所を調べましょう。かわいいあの子を優しいパパとママのところに返してあげるために。君は、ああそうだな。今はとにかくコリン君を探すのが先決だ。もしもし、ランディだ。今旧市街を回っているところだ。例の坊主だが旧市街をうろついていたらしいぞ。なパレードの見物をしている時に旧市街の子供に誘われてしばらく遊んでいたらしい。その後フラッと東通りの方に戻っちまったみてえだが。そうか、しかし好奇心旺盛というか物おじしない子だな。まったくだぜ。ディオです。横から失礼します。なんだこの端末、複数で会話できるのかよ。一応そういう仕様です。町の東口ですが、あの子の匂いはしませんでした。今港湾区を通って北口に向かっているところです。なあ、よろしく頼むよ。俺の方はもう一度東通りを回ってみるか。なあ、その辺りを通ったのは確実みたいだ。念のため回ってみてくれ。おう、任せとけ。あの子なかなか鬼ごっこが上手ね。行政区から歓楽街、裏通り、中央広場、東通りとパレードを追いかけて急に旧市街へ移動。その後東通りに戻って港湾区あたりに向かった。そんなルートかもしれないわね。本当に鋭いな。俺の予想も全く同じだよ。一応仲間が捜索しているからそっち方面は任せるとして、念のため西通りを確かめるけど構わないかな。いいんじゃないかしら。選択肢を潰すのも有意義だもん。
はい、ロイドです。エリーです。気になることがあったので報告するわね。今ちょうどティウちゃんと一緒にいるんだけど。どうもロイドさん。なあ、合流したのか。それでどうしたんだ。コリン君だけど、桟橋のところで水上バスを眺めていたらしいわ。その後どこに行ったのかわからなかったんだけど、そこでサイトに頼って匂いを探ってもらったんです。そしたら桟橋から階段を上ったところで突然匂いが途切れたそうです。匂いが途切れた。もしかして。まさか川に落ちたんじゃないだろうな。もうお兄さん、何を聞いていたのかしら。桟橋から階段を登ったところってオオカミさんが言っていたんでしょ。あ、そうか。たとえ抱っこされていても多少の匂いは残されるはずよ。でもある程度密閉された場所に入ったのだとしたら。そうか、車両か。なるほど、それなら納得ですね。ええ、そういうこと。そうなるとどこの車両に乗り込んだかが問題になるわね。ところで誰か他にそこにいるの。どこかで聞いたような女の子の声がしますけど。いや、いろいろあってさ。とにかく一旦集まって状況を整理した方が。ねえお兄さん、支援課の端末貸してもらうわね。え、ちょっと待った。エリー、ティオ、ランディにも連絡して一旦支援課に戻ってくれ。その時に一通り説明するから。ええ、分かった。よく分かりませんが了解です。あ、ひょっとして動力ネットワークから車両の情報を探しているのか。ええ、そうよ。今から1時間以内にコワークの南端に停車していた可能性がある車両について、クロスベルの全ネット端末にアクセスするか検索しているの。 IBC のメイン端末とそばかす君のデータベースを利用させてもらおうかしら。君は一体何者なんだ。有名な人形師のお孫さんってだけじゃないみたいだな。おじいさんは蓮の協力者というだけで、タケルマケルを直してくれる蓮の味方の一人。博士はちょっと信用できないから内緒で頼らせてもらっているの。は、博士、それにパパとママって。わからなくてもいいわ。このクロスベルにおいて蓮はただの観察者に過ぎる。キティという名前も。やっぱりか。昨日の追いかけっこスリルがあってドキドキしちゃった。おばかり君もてっぺんやるけど、あのお姉さんも相当みたいね。もっと面白い裏技を使われた気もするけど。そこまでわかるのか。ただいまロイド、言われた通り戻ってきたけど。あら、その子は確か人形工房の孫娘だったか。ああ、ちょっと事情があってさ。見つけた。ライムス運送会社の運搬車が30分前に駐車しているみたい。次の運搬先はベルガートの運搬車の通信番号。これでいいみたい。この通信番号に連絡を入れてみて。多分あの子の行方がわかるはず。お見事。あの、どうなってるの。さっきから何やってんのか完璧についていけねえんだが。なるほど、あなたがキティなんですね。え、おいおい、マジでどうなってるんだよ。お姉さんも昨日は遊んでくれてありがとう。でも意味はそれは後回しにした方がいいんじゃないかしら。まあ確かに。よし、早速連絡してみよう。もしもし、どちら様。クロスベル警察特務支援課の者ですが。よかった、ギルドが警察あたりに連絡しようと思ってたんだ。でも俺どっちの番号も知らなくて、それで親父に連絡して。落ち着いてください。慌てているみたいですけど、一体何があったんですか。それが
しくて、このままベルガード門に行くのもあれだし、会社に相談しようとしたんだけど、そしたら通信してる間にその子どっかに行っちゃってさ。どうしたの？ああ、ちょっとまずいことになった。そんな、まずいな、そいつは。ああ、すぐに街道に出よう。大至急そちらに向かいます。あなたは下手に動かないで、その場で待機しててください。その子が戻ってくるかもしれません。よろしく頼む。とにかく急いでくれ。急いで西口に出よう。それとレンちゃん、君はついていくわ。足手まといにはならないから、レンも同行させてちょうだい。でもここで待っててくれた方が安全だと思いますが。あの子の行方を突き止めたのはレンよ。だからレンは最後まで見届ける必要がある。あなた、よくわからんが妙にこだわってるみたいだな。時間が惜しい。ロイド、連れて行こうぜ。ああ、レンちゃん、君がただの女の子じゃないことは分かったけど、無茶はしないこと、それだけは守ってくれ。分かったわ。それとレンのことは呼び捨てにしてちょうだい。なんだかちょっとくすぐったくなってきたわ。了解だ。よし、それじゃあすぐにでも西口に向かおう。西クロスベル街道に出てコリン君を探すんだ。ええ、了解です。